もう二度と離さない君の瞳、僕は君をずっと守ってゆく、これからもずっとそばにいて、愛を送りたいから、愛を送りたいから、フォーエバー We can get it alone together。 どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは新宿駅でございます。これから総武観光線乗車をいたしまして東中野へ向かいます。東中野駅は新宿駅から2駅4分となります。はい、東中野駅に到着をいたしました。こちらの東中野駅ですが、 JR 線は各駅停車のみが停車をいたします。快速線は止まりません。快速線に関しては新宿の次が中野となります。今回ご紹介いたしますのはもちのろんでございます。日本閣跡地パークタワー東中野グランドエアエレガントタワーでございます。物件概要いきましょう。売り主は三井不動産レジデンシャルと東京建物の JV となります。シェア率は三井不動産レジデンシャルが 60%、 東京建物が 40% となります。施工は東急建設です。28.31 平米から 104.81 平米、総戸数は165戸の25階建てです。こちら総武観光線の東中野駅徒歩1分、都営大江戸線の東中野駅は徒歩5分となります。東京メトロ東西線の落合駅徒歩7分です。アドレスは東京都中野区東中野5丁目。2024年の3月下旬竣工を予定しております。東中野駅は改札2カ所です。中野寄りの西口、こちら新宿寄りの東口、今回はこちらの国鉄間漂います東口から徒歩1分となります。なので西口側の方、大江戸線ですね、あります綺麗なですね改札口までは徒歩5分かかると。こちらの国鉄間漂います東口側に関しては階段しかございません。エスカレーターもございません。エレベーターももちろんございません。で、これが変わる計画も今はございません。徒歩1分っていうところは相当な強みになるんですけども、東中野の西口徒歩1分よりかは客観的に見れば弱くなってきます。それでは歩いていきますが、こちら東口ですね、登っていくのも階段となります。東営地下鉄線の乗り換え出口、西口は中野寄りのエスカレーターをご利用くださいと。中野寄りの西口側はバリアフリー化されております。改札はこのようにですね小さめになっております。出ますと目の前にですねベガスございます。もうこれがある程度ですね。あとは銀行の ATM と、この国鉄間漂いますですね東口側の駅舎を出ていきますが、こちらもですね階段のみとなります。国鉄かっていうようなですね駅舎ですよね。さあ、ただ今回近いでございますよ。今回ペデストリアンデッキ経由のですねルートもあるんですけども、いずれにしてもですね信号なしとなっております。ペデストリアンデッキ経由の時はですね、こちらですねグランドレベル高い方から行きまして、経由しない場合はですねこちらのですね階段を降りていく形となります。ホームから階段、改札から階段、さらに雪道出てからまた階段といった形になります。ただこの近さでございます。細かいランドスケープはですねモデルルームで確認をいたしますが、こちら横断歩道を渡りましてですねすぐですねエントランスアプローチとなるかと思います。こちら外周部のですね東中野駅寄りにはですね日本閣時代の既存樹ですね、スダジイがですねそのまま残る形となります。これ嬉しいですね。まずは西側からですね一周してみたいと思います。今回ですねおそらく主海後部に関してはですね西南
来たという形で東側には持ってこないはずです。まあ、角の窓とか東にあるようですけども、東側はですね、すでにですね、タワーマンションが建っております。こちらが建築看板です。設計はですね、あえお武田設計がですね、入っております。土地形状はですね、南北に伸びたトライアングルになっておりまして、全面接道にはなってきます。こちらが北側の接道になります。敷地内だけで見てもですね、高低差があります。こちらは東側の接道になります。こちらのですね、デッキがですね、続く形となります。東側の方が交通量は少なくてですね、静かなんですけども、先に建設されましたタワーがですね、南東側に位置しておりまして、南東方面のですね、眺望がですね、弱くなってきます。背の高さもですね、こちら先発がですね、100メートル級なのに対して、今回はですね、90メートル弱というところで、最上階になってもですね、この2つのですね、タワーマンションをですね、抜くことはできません。こちらのですね、2つのタワーなんですけども、画面向かって手前側がですね、ユニゾンタワー、そして奥側がパークタワー東中野です。ユニゾンタワーが賃貸、パークタワー東中野が分譲となっております。どちらもですね、2007年築です。もともとはこの一帯がですね、すべて日本閣でした。一旦ですね、再開発を終えて、日本閣の方もですね、建て替えて今回の建設地でですね、営業していたんですけども、そちら閉業になりまして、分譲マンションになり、まあ、再度ですね、この再開発が完了するっていうところですね。これをですね、建設した時は日本閣もですね、長くやっていこうっていう思いではあったとは思うんですけどもね。なので一旦は完成した再開発エリアなんですけども、結婚式場が閉業しまして、3つのですね、背の高い建物が建ち、新たに完成を迎えると。で、今後ですね、東中野の駅前にですね、タワーマンション等々がですね、建つ可能性っていうのはもちろんあるんですけども、日本閣の跡地としてはもう確実にラストピースとなります。眺望としては先発の2棟にですね、いいところを譲ってしまってはいるんですけども、駅には一番近いとなります。駅までは先ほどの下道の方が近いんですけども、こちらユニゾンタワーのですね、下駄部分はですね、商業になっておりまして、 KOK がですね、運営しておりまして、スーパーも KOK のキッチンコートが入っております。そちらで買い物した後にこのデッキを経由してですね、帰宅することもできます。キッチンコートで買い物をしてですね、そのまま1階部分からですね、帰ってもいいですし、一旦2階に上がって素敵なデッキ経由でもいいですし、ゴールドジムがですね、共用施設代わりになりますね。ドラッグストア、大ダイソー、上島コーヒー、ゴールドジム、リラックなどなどですね、このユニゾンのですね、商業施設をですね、共用施設感覚で利用することができます。そういった面ではこのデッキがですね、つながっているっていうのはですね、非常に魅力的ですよね。神田川沿いに来ました。周辺相場です。パークタワー東中野、2007年築、東中野5丁目、東中野駅徒歩3分になります。なお、こちらはですね、デッキでつながっているというわけではありません。デッキから一旦ですね、降りる形となります。新築時の坪単価約275万円、現在の坪単価約390万円です。この背中の外観デザインかっこいいですよね。車寄せも素敵です。ホームページ見る限りはですね、このパークタワー東中野先発物件よりもですね、スペックは高いものとなってきているのかなと思います。眺望に関してはですね、こちらのパークタワー東中野の方がですね、好まれるですね、南東向きがですね、ぐーっと抜けてきますので、眺望ってね、どうしても今回のですね、グランドエアは劣ってしまうものとなります。本来であればですね、南東側をですね、視界後部にしたいところかとは思いますけども、どうしてもユニゾンが被ってきますからね。電車の音っていうところに関してはですね、パークタワー東中野もユニゾンタワーもグランドエアもですね、どうしても気になってくる部分とはなります。そこは二重サッシ等でですね、対策していると思います。南方向はですね、線路向かいのサウンドを越えてくればですね、眺望ぐーっと抜けてきて、まあ、いずれにしても
斜め側でですね、ユニゾンかぶってはきますけども、南方向もですね、西方向も、もうこの前立て越えてくればですね、ぐーっと抜けてきますね。南方向は多少ユニゾンがかぶれど、新宿のですね、西新宿側のビル夜景なんかはですね、楽しめますし、で北側に関してもですね、住宅街になってくるので、そちらもですね、前の建物を越えればっていうところなので、まあ、価格差はあるでしょうけども、やっぱり中層階以上欲しくなるタワマンですよね。駐車場はですね、北側にするようですね。そこもですね、モデルで確認をしてきます。さあ、デッキ経由でですね、西口まで歩いていきます。デッキ経由であれば、ここまではですね、バリアフリーなんですけども、ここから先ですね、バリアフリーでってなった時ですね、ベビーカー一人で押してるとか、そういう時に関してはですね、西口までですね、行く必要があります。ホームの端から端まで歩きますので、まあ、普通に歩いて5分弱といったところでしょうか。ベビーカーとか押してると、まあもうちょっとかかるかなっていうところですかね。飛行機場で大江戸線のところまで、物件からで5分ですので、それでも十分近いんですけども、東中野駅徒歩1分といっても、東口1分なんですよっていうところですね。これは注意しなければいけないところですね。日常の買い物はですね、先ほどのユニゾンモールのキッチンコートだけじゃなくてですね、西口側のですね、サミットストアだったり、あと同じく西口にライフありまして、そちらが徒歩5分から7分ほどですね。通学校はですね、白鴎小学校で徒歩12分、中野東中学校で徒歩14分と距離はですね、ちょいとあります。でこちら西口のですね、改札につながっているですね、出入り口なんですが、こちらも階段のみです。なのでさらに今のところを越えてですね、メインの方へ向かっていく必要があります。しかもここがちょっとですね、上り坂となります。こちらが都営大田線の東中野駅です。ここを抜ければすぐに改札、 JR の改札にはなるんですけども、ここも階段になりますので、さらに回り込む必要があります。ここでぐるりと回り込みまして、西口側のですね、ロータリーに来まして、こちらに来ると都営大田線のですね、エレベーターもありますし、 JR 線のですね、メインの改札口方面行きまして、そのまま改札を入った正面にですね、エレベーターがありますので、そちらでホームまで降りることができます。まあ大人であれば東口側の階段も短いので、全然苦になるような疲れるような階段の距離ではないんですけども、どうしても子育てファミリーかそれベビーカーっていうのはですね、当然ですね、気になってきますし、まあ、あとは重い荷物なんかあるとき考えると、やっぱりですね、駅にですね、近いといっても、その駅に近い出入り口がですね、どういったものなのか、バリアフリー化されてるのかっていうところで、利便性にはですね、十分かかってくる問題ですので、まあ東口側も変えてほしいですけど、 JR さんなので期待しない方がいいでしょうね。周辺相場2軒目です。クラッシータワー東中野です。東中野駅ナンバーワンマンションといってもですね、怒られないと思います。2015年築、東中野4丁目です。東中野駅徒歩1分、こちらは東中野駅のバリアフリー化されたメインの西口徒歩1分となります。新築時の坪単価は約350万円、現在の坪単価は約520万円です。後ほど東中野駅戻りますが、モデルルーム見学していきたいと思います。ハーモニータワーの13階、現在はですね、完全予約制となっております。それでは見学してまいります。行ってきます。はい、見学をしてまいりました。まず今回どんな方に会ってますかっていうと、東中野っていう街自体はもちろん子育てファミリーに人気っていうところですけども、グランドや単体で考えますと、ザ子育てファミリー受けはそんなに良くないと思います。それは立地がっていうよりも商品コンセプト、あと間取りですね。なのでザ子育てファミリーよりもシングル、リンクス、シニア、あとは子育て、子供がいらっしゃるご家庭でも、もう子供がある程度大きくなってるとか、小さなお子様がいない方の方が合ってると思います。もちろんザ子育てファミリーダメだっていうお話ではなくて、いろんなマンションをですね、見て勝手ながら語らせていただいている私からしますと、今回のマンションに関してはザ子育てファミリー受けはちょっとしないかなっていうふうには
感じました。逆にシングルディンクスシニア層の受けはかなりいいだろうなと。外観デザインはですね、白を基調として建物だけでなくバルコニー手すりのところを曲線描いてるんですね。で、まあ、いわゆるウェディングドレスをモチーフにしたなびく感じですね。でもちろん頭頂部にはですねティアラがあります。でメインエントランスの部分ですね、1階部分に関してはチャペルを意識した造形となっているんですけども、こちらが東西につながっておりまして、どちらも出入り可能で、デザインはどちらもチャペル風と。で中がアーチ型になって間接照明があって、高低差を生かした階段があると。なのでまさにこれから祝福のセレモニーが始まるのではないかっていうですね、空間になっています。で風除室を抜けた先のエントランスラウンジに関しても、高低差を生かしてですね、空間を2つに分けておりまして、シャンデリアで2階へと続く吹き抜けの階段っていうところが、吹き抜けの階段とはまさに結婚式場の待合室っていったところですよね。でそちらのラウンジの大窓からは外のサンクンガーデンをですね、そこに植栽が非常に豊かで、外に出れるっていうものだけど見るためのですねガーデンなんですけども、そちらを見れると。なので今作は晴れの舞台という土地を継承した美意識高いマンションとなっております。まさにエレガントタワーと。で日本各跡地であることを、まあ、ここまで意識することに意味を感じない人もいるかとは思うんですけども、私は土地は生きてると考える派ですので、土地が喜ぶような開発をしてくれたことは、まあ、素直に嬉しいなと。まあ、今回はもう間取りからしてザ・子育てファミリー受けっていう感じではないので、今回日本各跡地を継承した尖ったデザインにしたっていうところはむしろ評価されやすいポイントなんじゃないかなと思います。まあ、ザ・子育てファミリーからするとそこよりも間取りをどうにかしてよって思うかもしれないですけども、今回のターゲットはどちらかといえばザ・子育てファミリーではないので、まあ致し方ないかなと。なので間取りに関しては 3LDK であっても 2LDK に広げてあげないと、その角の窓面が豊かなんですけども、そこから先はバルコニーがですねない形になりますので、どうしても奥行きを感じにくいと。なのでできれば 3L を買ったとしても 2LDK に広げてあげたいな、広げた方がいいんじゃないかなっていうところで、まあ、公式ホームページにも 3LDK の 2LDK にするプランがですね最初から載っていたりするので、まあ、そういった好む方がですね検討するであろうっていうのは売り主も当然ながらですね把握していると。で今回タワーマンションではあるんですけども、そして新築ではあるんですけども、入居までですね引き渡しまでそこまでですねこう待ち時間がね2024年のですね春物件になりますので、今回ですね10階以上じゃないともうですねメニュープラン等々が建築系のオプションができないっていうところなんですけども、その選べない9階以下の 3L も一部 2L にですねしていたりします。価格なんですけど、まだもちろん予定っていうところですけども、 2LDK で平均的な部屋を買おうとすると1億前後、 3LDK で平均的なですね部屋を買おうとすると1億2500前後という形にはなってきます。なのでまあそれだけ聞くと高いっていうところですけども、マーケットからすればですね、まあ、三井らしく無茶な価格設定でないことはですね確かになっております。まあ、間取りに関しては窓面が豊かっていうところはいいので、眺望とか最高を優先する人にとってはいいですけど、一概に言えないですけども、そのザ・子育てファミリーだと間取りの使いやすさっていうところをですね優先しがちになるので、そういった方からすると外観とは真反対で美しくないとは感じると思うんですけども、ザ・子育てファミリーではない方からすると家具とかがちょいと配置しにくかったとしても、使いにくかったとしても、やっぱりあの豊かな窓面っていうところをむしろですね気に入りやすいんじゃないかなと思います。今回はですね内廊下で各階ゴミ置き場ありと、で地盤はいいエリアですけども、杭を打って精神構造としてくれています。そしてパークタワー初のですねゼッチマンションオリエンテッドというところでですね、それをどういうふうにクリアしているかっていうところでいきますと、
まあ、音対策っていうのもありますけども、開口部がですね、大きいところの窓は20のですね、窓にして T4 相当にして、そして床暖房がですね、リビングだけじゃなくてキッチンと主寝室に入れてると、まあ、そういったところで設置を取得して、買う側からするとですね、それによってですね、光熱費とかが抑えられるのはもちろんですけども、税制優遇もですね、さらに上のものを安いと。エレベーターは2基になっておりまして、各階ゴミ置き場のですね、回収時に関してはですね、1基運用にはなりますけども、通常時であれば違和感ないかなと。今回 1K、1L も多いですからね。再度、建設中の方へ戻ってまいりました。で大江戸線からだと少しですね距離を、まあ、距離を感じる人って近いんですけども、その駅1分物件としてはやはり西口はちょっとですね距離を感じます。で建物に関してはぐーっとですね、もう今少し立ち上がってますけど、ぐーっとこっちをですね駅寄りに寄せまして、眺望シミュレーションですね確認したんですけども、まあやはり南東側ですね、このユニゾン気になってはきますけども、正面は抜けてきますし、全体的にやっぱり周りのですね物件の背の高さからいくと中層階以上行きたいなっていうふうにはなると思います。設備仕様に関してはですね、ワンルーム含めてディスポーザーが入っております。食洗機はもちろんですし、ちょっとワンルームの方はですねこれから販売なので、ワンルームに食洗機が残るのかちょっと未確認です。ここは当然ですね食洗機ついてきますし、今回食器棚もついてくるんですけども、キッチン、食器棚、洗面の天板がフィオレストーンです。浴室はですね特別グレード高いっていうわけではないですけども、当然ダウンライト入ってますし、トイレとですね洗面の床はタイルです。基本天井高に関しては2500となっております。今回管理費はまあ今時だなっていう重たさにはなってます。ただ第三者管理です。あとこのマンション選びやすいポイントとしては、地権者さんがいないっていうところですね。日本閣もこのマンションに関してはですね一部屋も持ってきませんので、中央総武観光線の駅徒歩1分のペデストリアンデッキ経由でもですね直結している駅前タワーマンションになってくるんですけども、ブランニューなですね地権者さんなしなものとなります。でこちら日本閣の看板が残ってるのはですね、前回再開発した時にこのユニゾンはですね日本閣が持ってってますので、まあ、管理はレジサが入ってたかと思いますけども、まあ、いわゆる賃料収入で今食べてるって感じですね。で柏と八王子にはですね結婚式場残っておりまして、そちらどちらともですねちょうどこの撮影している週にですねランチをしてまいりました。で今回ですね、まあタワーマンションなので当然ですけども、空地もですねそれにはありまして、その空地の多くの部分をですね、まあ、別棟っていう扱いにはなりますけども、1階駐車場、2階駐輪場で、その建物との間にですね特彩豊かなですねテラスを設けてくれています。で自転車置き場2階ではあるんですけども、グラウンドレベルが最大で5メートルぐらい差がありますので、2階に入るんですけど、その1階から2階にグーって上がる感じではないです。自然と、やや自然と2階になるといったところです。で止めた後はこの2階の部分から入っていけると。でメールコーナーは1階にありますので、そこ寄るときはエレベーターで降りてもいいですし、素敵なですね階段を降りていっても大丈夫です。で駐車場は完全に屋内になってまして、住戸との行き来でもですね雨に濡れないですし、機械式ですね、タワーパーキングではないので、前入れてそのまま反転して出てくるとかそういうタイプではなくて、よくあるガッチャンガッチャンのですね機械式になりますけども、屋内なので作業中も雨に濡れないと。こちらの東側からですね出入りする形になります。で駐車場のパレットサイズは端っこの方が、まあ、致し方なくなんですけども、ちょっとサイズ感がっていう感じで、まあ、全幅は1700っていうところの区画もあります。まあなんか最近はなんかもう駐車場とマンションの相性が非常に悪いですけども、この価格帯のマンションを買う人で、そういうちっちゃい車に乗る人が、でちっちゃい車がダメとかそういう話ではなくて、あくまで一般論です。あくまで一般論ですけども、このマンションは 2LDK でも1億するわけですから、その人たちが乗る車どうですかっていう一般論で考えると、全幅1700はどう考えたって合わないですね。その他の区画に関してはですね、まあ、一般的な車であれば入りやすいですねサイズ感になっておりますけど、まあ、当然抽選と。ただ広めの部屋にですね駐車場優先権はつけてくれているので、
まあ、区画こだわらなきゃどっかしらは取れるって形、取りやすいっていう形にはなるんですけども、その1700じゃダメよって方は多いと思うので、ちょっと不安材料かなと。で、絶対に駐車場が、敷地内駐車場絶対に欲しいんだっていう方はもう最上階を買っちゃうと。最上階に関してはワンフロア4個のみとなります。そして全てが100平米超えでございます。そして駐車場なんですけども、今回専用使用券です。なので逆にプレミアムが欲しいです。でも、いや、駐車場いりませんって方も駐車場代払わないといけないです。ただいつか売るときにその駐車場を次の人に引き継げると、もう専用の使用券という形になっています。ただそれでも平面は新商社優先の1台のみですので、機械式にはなってしまいます。最上階の価格に関しては予定ですけども、一番いい部屋で1000万単位で2億7000万円台となります。向きにもよりますけども、一番いい部屋じゃなかったとしても2億5000前後ぐらいはするんじゃないかなとは思います。最上階になりますと各階の宅配ボックスがあったり、リビングだけですけども点火線になります。あと基本点が2800になり、浴室のですねグレードもアップしてきます。 1K と 1LDK はですね来年以降販売っていうところですけども、今回低層階も出してはくれますので、低層階になってくると価格もですね少しこなれてはきますけども、まあただせっかくなので上買っちゃった方がいいかなと思う立地ですけどもね。なので予算が中層階以上に届いて、高い階からの眺望とか苦手じゃないっていう方であればですね、上を買っちゃった方がいいと思います。ただどうしても上の方だと眺望が怖いっていう方であればですね、住友不動産みたいに下の階の方が高くなっちゃうとか、そういう売り方ではないので買いやすいと思います。ユニゾンタワーみたくですね、デッキ直結のままにしてくれたってのは大きいですね。共用施設はですねシンプルですけども、コワーキングスペースがですね2階にございます。そちら個室になってまして、電話やオンライン会議もですね対応可能です。あとは屋上にスカイデッキがつきます。これありがたいですね。利用時間はまだ調整中とのことですが、まあ一般的に考えると早朝、まあ、朝の7時とか8時から夜の10時とか、そういった形になるんじゃないかなとは思います。管理自体はですね日勤管理となります。まあ管理費はどうしても重たくは感じちゃいますけどもね、まあしゃあないですね。そんなに個数が多いタワーマンションじゃないんですけども、ちゃんとタワーマンスペックにはなっているというところで、繰り返しになりますが、決してザ・子育てファミリーがダメよとは私は全く思わないんですけども、合ってる合ってないっていうお話でいくと、ザ・子育てファミリーよりもシングル、リンクス、シニア、そして子育てを終えても子供がある程度大きくなってるっていう方の方が、こう間取りとかマンションのコンセプトからすると合ってくるとは思います。なのでザ・子育てファミリーの方からすると、東中野って町の駅1分で期待してたけどちょっと間取りがなとか、そういう風に感じてる方はこの動画見てくださってる方の中にもいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、尖ってきたっていうところですね。もちろん子育てファミリーの方でもそういった価値観合うっていう方はいらっしゃるでしょうけども、まあ、少数派かなとは思います。なので私は好きでしたね。この尖ってくれてるので、まあ、高いんだけども、まあ、別に周りの相場からめちゃくちゃこう無茶な価格を付けをしてるってわけではないですし、結婚式場かいっていうような、もういかにも過ぎる尖ったマンションにしてくれたっていうところはですね、まあ私はマンションマニアなので、こういったのは非常に好きですね。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開しております。動画の概要欄に記事の URL を貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。出会った頃はまだ幼くて、よく喧嘩もしたね。振り返る思い出の中に
知らぬ間に二人して時を重ね合っていたんだ。 You are my everlasting love、 あなたにここで今とは違う。確かな未来もあなたと共に歩いて行きたい。幸せになれすぎ切な人さえ見失った季節もあったから、愛は強くなる。例えばこの先もすれ違うことがもう大丈夫、二人ならきっと乗り越えてゆくんだ。 You are my everlasting love、 揺るぎない想いを永遠に誓う。心くれた人、分かってくれた人。